さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんどうもこんにちは、セナです。今回なんですけどもね、いつもみたいにアーキとかパーソナ解説ではなくてですね、今回、僕が今実際設計事務所で働いてるんですけども、設計したりデザインしたり、現場調査行ったり、施工管理をしたりとか、もう全体を今やってるんですね。そんな中で、いやー、普通のメジャーで現地調査行ったりするのめちゃくちゃめんどくさいなとか、リフォームの案件あった時に青焼きの図面があって、で、ただそれ PDF でも何でもないから、実際に大きさ測んのめんどくさいな、みたいな。サンスケでいちいち当てなあかんのめっちゃめんどくさいな、みたいな、よく感じていたんですね。で、そんな時にですね、たまたま、この、メイザー 3D っていうのを日本で代理店として販売している企業様から提供いただきましてですね、この商品をぜひ使ってくださいということで、提供いただきましたので皆さんにこれ紹介していきたいんですけども、これ何がすごいかって 3D 作れるんですよマジわけわかんなくないですか。 3D ですよ。え、これだけで 3D が作れるのっていう話なんです。これ見たらなんかめっちゃでかく見えるじゃないですか。じゃあ実際物をどれかと言いますと、これです。わかります？この小ささで、この小ささで実際に現地調査行って 3D でスキャンできて、まあスキャンじゃないんですけど、正確に言うと 3D モデルできて、まあ平面図でもできるし、しかもレーザーの測量計にもなる。まあよくあるじゃないですか。メジャーの代わりに、レーザーでこうやってピーって出て、何メーターみたいな、何ミリみたいに出るじゃないですか。そういうのもできる。プラス、最初に言ったみたいに、青焼き図面あるでしょ。青焼き図面みたいなんて、寸法書かれてない、ここ分かれへんとかなったりとか、した時にですね、ここのモードで、これの回転するスピードとかでですね、縮尺を合わせて、そっから、コロコロってすると、はい、こっからここ何センチですよ、みたいなのを測ることもできるんですよ。マジで強くないですか、これ。っていうことでですね、実際にじゃあこれ何ができるのって今口で喋ったけど、ほんまにちゃんとできるのかみたいなのをね、今これ僕の家なんですけども、この家を使ってですね、実際にもう、この家の 3D を作って、実際に、まあ、図面転がしてみたり、なんか椅子とかやったら曲線なんで、この曲線の外周何ミリなんやろみたいなとか測ってみたりとかしてですね、最終的にはこの家をツインモーションとかで仕上げていって、今ね、まだ引っ越しして、もう半年以上経つのに、すんごい適当な家なんですよ、僕。適当すぎるので、ちょっとデザイン的にもよろしくないので、このツインモーションの僕の技術を使ってですね、最終的には、こいつと僕の技術を使っておしゃれな、部屋を作っていけたらなと思っております。ということで早速実践やっていきましょう。で、僕が提供いただいたのはですね、こちらの本体プラスここに載ってます、なんか判定でなんかつけれるやつと小さい三脚なんですけども、そちらを使って今回やっていきます。で、まずもう一番初めに手っ取り早く、素早くねできるのがですね、まあとりあえず起動しますね。はい、メイザーですよ、メイザー。やべ。はい、で、これで、レーザー測定器とか、三角スケールだとか、ポイントスキャナー。これがさっき言ってた図面になるやつ。3D になるやつですね。で、これ曲線スキャナー。曲線まで測れるらしいです。やばい。水平器。これ自体が水平器になるんですね。分度器。まあ、角度も測れるよと。あと、プロレーザー。プロレーザーっていうのは、普通にレーザーで測るだけで平米数が分かるよっていう、もう計算とかいらない時代になっちゃいました。で、あとは設定っていう感じで、この1台だけでこの何役やってんのっていうぐらいなんですけども、とりあえず一番初めに言ったレーザー測定器の方でですね、どれぐらい精度が高いのかとかをやっていきたいと思います。ちょうどね、ここにこれがあるんですよ。この板みたいなね、物置になってるんですけども、この物置が今のこの FL 僕の部屋の地面から、さて何ミリなのかと、何ミリなのかっていうのを測っていって、プラスこっちのメジャーでも測っていきたいと思います。まずじゃあメジャーからいきましょう。普通にメジャーで測りますね。見えるかな？904、4ですね。
912も満たない904っていう数値になったんですが、これ下場ね、下場なったんですが、さあこいつ使っていきます。こいつやとこれで合わせると、え、やばくないですか。903、5、4、3、4、5、え、だから要するに今これ見えたんかな、要するにこれのこれ自体の誤差は1ミリ、前後1ミリでしかないっていうことなんですね。やばくないですか。まあまあまあ、これバカみたいに高いレーザーの測量器みたいな、測定器みたいなこういうのを買えば、まあそれはレーザーで距離を測るだけなんですけども、あるんですけども、まあこの一人、この一台で何役、7役とかするようなやつで、このクオリティっていうのがまず完璧ですよね。ということで、第一関門クリアというか、まあこれは、もう、建築学生も使えるし、もちろん大工さんとか、施工管理の人、設計の人、ずっと、マジで誰でも使える。メジャーを使ってる人誰でも使えると思うんで、まあこちらの方は、まあとりあえずみんな使えるよねっていう保証はできるかなと思います。んで、もう一個、一番初めの方に言ってた、青焼き図面のやつとか、そういうのってどうやってやんのみたいな。そういう時にですね、この三角スケールを使います。三角スケールね。これちなみに、ここタッチパネルになってます。ね。はい。で、これで。はい。で、こんな感じで今、1/1って出てると思います。1/1って出てるんですけども、これが、だから実際の、今、こっから、こうやって転がしたとき、21センチありますよ。21.2、211ミリ。手のね、長さがこっからここまでありますよっていう感じで今出たんですけども、これは1/1やから実際の寸法ですね。で、例えば、寸法変えたかったらここをクリックして、あとこれ2/1、3/1とかなんかいっぱいあるんですよ。1/100とか。図面でやりましょう、その、はい、ここにこういう図面があるんですよ。ね、これほら、こことかに手書きで書いてるの分かるでしょ。青焼き図面ですよ、元。で、例えば、この間仕切り壁がなんぼか分からんとかあるじゃないですか。そういう時に、これを使って、やっていくと。で、この図面は、50/1なので、50/1に設定してやっていきたいと思います。これを、ここを押して、50/1に合わせます。で、エンターみたいな。ちょっとこれ今、はい、じゃあこの状態で、例えば今これ4550ですね。この点からこの点まで4550っていうことなんで、それで進めていきますね。ちょっと待ってよ、カメラやりながらむずいぞ。はい、スタート。チン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 、来た、ここや。うん、4570。まあ確かに合ってる。てか誤差がこれぐらい、この縮尺でね、50/1の縮尺ってちょっと動かすだけで全然変わるじゃないですか。すいません、これ今手で いじっちゃったけど。で、今のやつで4550ではなく4560とかやったっけな感じで、ちょっとずれてはいたんですけども、この50/1の縮尺でもこんな感じで三角スケールのように大体を、距離を測ることができる。まあこういう風に、まあ図面が今、今回はもともと書いてあるところをやったんですけども、本来はこういう青焼け図面の時とかにこういうところ寸法書いてないから、現場も行かれへんねんっていう時に、大体の寸法を測りたい時に、これライトが出るか分かりやすいね。ここでゼロにして、こう進まして、はいはいはい、ってなったら、ああ、だいたい1725、 1.72メートルぐらいの幅があるんやなっていうのがこれでわかるのが、皆さんにも伝わったかと思います。なのでこれはすごく便利だねっていうお話です。はい、ということで実際にこいつを使ってやっていきたいと思います。で、さっきまで使ってたのはこの三角スケールで、1個前に使ってたのがこのレーザー測定器ですね。で、今から 3D でこの部屋をスキャンするので、
それに使うのはこのポイントスキャナーです。で、これをタッチします。すると、カリブレーション、メジャーを水平面に置くと出ます。で、その前にですね、この付属で付いているものの紹介というか、それを実際に開けてみましょう。はい。もともとはこの中に入っていたんですけども、こんな感じで付属がね、そのノーマルのやつを買っても付いてきます。これですね。まあ、明らかにこいつを入れるための容器。こんなところになんか水平がわかるようなやつがついてたりして、まあこいつがあるおかげでしっかり 3D でできるよってやつなんですけども、今みたいな感じでマグネット式になってます。マグネット式になってるのでここで入れちゃいます。でここからこの裏にはさらに箱がある。でこの箱に何があるかと言いますと、あ、やべ、充電コードとこの子ちっちゃい三脚ですね。こういうのもついてます。だから今からこの三脚とこいつを使って実際に測量していきます。なんかつけれるからつけとこう。 OK、 じゃあ実際にやっていきますよ。はい。で今ここにメイザーを三脚に乗せるって画面が出てきてます。はい。ここで最初の画面をタップってありますので、最初のポイントを記録していきます。最初はですね、部屋の角になるのかな。はいはいはい。でこいつがすごいのは、この水平上に何かあったらもう測れないというわけではなくて、これもしねこんな感じで家具があったりして角が映らないってなったら、こういう感じで上に上げます。上に上げて角に合わせる。でこの角に合わせた状態でタップをすれば、これでこの角度と距離を計算してくれてですね、予言定理でしたっけっていう、まあ計算を勝手にしてくれて、平面的に数字を出す、線を出すことができます。はい。回転させてタップして線を作る。はい。はい、見てください。実際に今測ったやつですね。でこいつ今測り終わりましたので、これを使って今から iPad の方に入れていきます。なってんだ。はい。ということでこのアプリを使ってですね、まずは基本的に全部壁にして、でここから、これはドア、はい、こんな感じで一旦僕ん家の図面はいけたので、これを 3D で見てみましょう。おー、なるほど。天高はリアル 3m ぐらいから、これでいこう。これがそれぞれドア窓みたいな感じになってんのかな。よし、一通りいけたので、じゃあ実際にこれ出力してパソコンで触っていきたいと思います。はい。先ほどの iPad のアプリの方からですね、あ、ちなみにあれさっき iPad でやってましたけど、 iPhone とかスマートフォン、 Android とかでも、アプリを使います。で簡単になんか共有できましたので、はい、ということでね、今回はですね、先ほどのアプリから入れるソフトはですね、ライノセラスなんですけども、まあライノセラスを使って実際にちょっとデザインとかやっていけたらいいかなと思います。で今これワイヤーフレーム状態なんですけども、このシェーディングとかに変えてもなんか面にはなってないっぽいですね。で、まあ、これ僕がアプリをちょっと使えてないからなのかもしれないですけども、まあだいたいこういう高さ情報が入ってたりをするしたり、あとは普通に線が入っているので、まあライノであればすぐできるであろうということで、まあ一度全体を平面にしてみたいなと思います。
はい、ということでですね、今回の動画は以上になるんですけど、皆さんどうですか？最後の動画かっこよかったでしょ？いや、僕的にはすごくかっこよく自分の家ができたので、これからそういう風にできたらなと思うんですけども、このメザー 3D ですね、実際にまあ使ってみてですね、施工管理だけじゃなくて、僕普通に現状でデザインとか店舗デザインとかいろんなことやってるんですけども、そちらの方で、まあ、実際に使って、それを CAD に起こして 3D に起こしてお客さんにイメージ見したり、まあ、実際にこれをね現場で使う時とかに、まず現状の時点で図面が、最低限図面ができていて、さらに 3D も湧き上がっていて、でもう簡単に言うならば、完成が2だとしたら、もうすでに現状した時点で息をもう満たしてしまってるみたいな感覚になれたので、僕からしたら本当に時間を短縮してくれる、簡単な回収図面を描くときとか 3D を描くときの補助をしてくれる、すごい素晴らしい機械、メザー 3D だなと思いました。ということでですね、こちらの機能、僕自身は3つぐらいかな、3つぐらいだけ多分解説したんですけども、残り5つとかそれぐらい、まだいっぱいいっぱい皆さんに紹介できてない部分があるんですけども、そちらの方は他の YouTuber さんが紹介していただいているので、YouTube のこの概要欄の下の方にですね、そちらの URL を載せておきますので、皆さんよければぜひこちらの導入検討してみると同時に、その前にその動画を見てみて、こんなんができるんや、もっとすごいやんと思って、感想をいただけると僕としても嬉しい限りです。ということで、このメイザー 3D 僕はこれからどんどん使っていきます。で、僕の YouTube 以外でも、Instagram や Twitter などでもこれを使っている様子とか、リアル実際こうだよっていう、もっと細かな感想をどん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  SNS でも発信できたらなと思っておりますので、フォローの方をよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。あ、作業動画上がるのでそちらもお楽しみに。